宍道湖畔のウォーターリゾート松江イングリッシュガーデン。ここは1万平方メートルの敷地に550種類の草花や木々が季節により咲き乱れる日本初の本格英国式庭園です。Hello, my name is Keith Gott. I am a head gardener at the Matsui English Garden. Let me introduce you to our garden. ガーデンを取り囲むように回廊が設けてあります。Keith さんアレンジの観葉植物や写真が飾られています。And welcome into the garden. It is designed on このガーデンは東西南北方向に向かう園路を骨格として大きく分けてフォーマルガーデンとインフォーマルガーデンからできています。デザインの大元はアーツ&クラフツ運動と呼ばれる時代のものを受けてできており、シリーズオブルームと呼ばれるガーデンの区切り、わざと先が見えないようにするデザイン形式をとっています。ガーデンに点在する典型物、ガーデンデザインのポイントになっています。キースさんデザインのウイロースカルプチャーやスレートポットなども見どころの一つ。ここもフォーマルガーデンの一部です。イギリスの伝統的なパーゴラにはツルバラやハニーサックルが絡ませてあり、上には美しい富士の花が咲きます。またパーゴラを通る直線上に噴水が置かれ、その向こうに宍道湖が見えます。ここのガーデンでは多くの花だけではなく、さまざまな香りやテクスチャーを楽しんでもらえるようデザインされています。ユリやスイセンなどの球根も多く植えられています。